おはようございます。いかがです。12月3日火曜日の朝です。天気は晴れです。嬉しいニュースがあります。令和新選組を応援する創価学会関係者がまた1人増えて、合計329人となりました。おめでとうございます。 パチパチパチ、パチ,パチそれではコメントを紹介していきます。タクシのサブチャンネルである、気が高をエンド総科学会からの紹介です。さくらさんです。総科学会にいると頭が変になります。怖いし、暗い組織です。タクシーは元総科学会員です。 コメントありがとうございます。心より感謝申し上げます。さくらさん、創価学会は暗い組織であると。そう言われても仕方がない部分があるんです。対話がないんです。ただ、上から言われたことをハイハイとやってるだけの組織になってしまっています。私が、なぜ公明党は、 消費税を10%まで上げたのと学会に質問すると、これから高齢化社会を迎えるでしょそのためには財源が必要なの。消費税10%アップは、これからの高齢化社会を考えての公明党の英断なのよとよく言います。そこで私が、そう言うけど、公明党は 当初は消費税は廃止。消費税は悪と叫んでいたんだよ。消費税を3%導入を認めてしまえば、国は必ず5%、8%、10%へと上げていき、庶民の生活は破壊される。福祉の公明党としては、断じて消費税を認めるわけにはいかない。消費税は悪。 消費税は廃止と叫んでいたんだよ。それなのに、消費税は悪、消費税は廃止と言っておきながら、消費税10%まで上げるというのはおかしくないというと、そんなことはない。公明党は、令和新選組とは違う。令和新選組は、できもしないことを言っている、無責任な政党だ。 公明党は責任ある政党だから、こんなこと言うわけがないと言うんですよ。呆れ返ります。では自分で調べてごらんと言うと、調べる必要はない。幹部はそんなことないと言ってるから間違いない。あんたの話は信用できない。幹部の話が信用できる。公明党の話が信用できる。 あんたは山本太郎に騙されているんだ。それがなぜわからないの、比嘉さん。新人が狂ってしまったんだね、と言われてしまいます。辺野古基地建設も同じです。当初公明党は辺野古断固反対と言っていましたが、今では辺野古基地を進めているのが公明党なんです。 その矛盾について言うと、いや、毛田先生の平和思想、基地のない平和な島、沖縄を胸に抱いて、基地建設を進める自民党、公明党を応援していくんだ。それって矛盾でしょうと言うと、矛盾はしていない。それがわからない。被害を。お前は信心が足りない。ということになります。飽きれ返るんですよ、本当に。 ちゃんと勉強してくれよ。本当に辺野古基地建設が必要なのか。だって、あれはもう利権でしかないんですよ。いつ完成するんですか工期はどのぐらいかかるんですか予算はどのぐらいかかるんですかそんなこと、学会員さん何にも知りません。ただ、上から言われたら、 基地建設反対の公明を応援する。基地建設賛成の公明を応援する。消費税廃止の公明を応援する。消費税10%の公明を応援する。どっちも応援する。どっちなんやと言いたくなると思います。桜さんの気持ちよくわかります。いい加減にしてくれよ、創価学会にと思うんです。そんなこと気づいてもらえるよ。 毎日発信、頑張っていきます